大企業は安定なんて言うけど、どうせ最近の大企業はリストラばかりで退職者多いんでしょ？なんて思っている方、実は未だに離職率 3% を切る大企業が100社以上もあるんですよ。こんにちは、就活アドバイザーの京香です。月に200万回就活生が訪れるウェブサイト、就活の教科書を運営しています。今後もためになる動画を投稿していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。突然ですが、現在就活している方の中には、ノルマや競争が激しくない離職率の低い大企業を探してるって方も多いんじゃないでしょうか。またはすでに働いている方の中にも、今の会社はきつくて周りもすぐ辞めてくから、次は離職率の低い会社で働きたいなって考えている方もいるかもしれません。一般的な傾向ですが、離職率が高い会社ほどノルマがきつい、競争が激しい、上司がやばいなど負の側面を持っている会社が多く、反対に離職率が低い会社ほどノルマなし、ギスギスしていない、周りの人も優しいなど働きやすい側面を持っている会社が多いですよね。でも実際に離職率まで調べて就職先を決める方は多くないので、知らずに選んだ会社が離職率数十パーセントのブラック企業だったなんてこともあるかもしれません。そこで今回は離職する人が少ない大企業ランキングを紹介していきます。ぜひ最後まで見て、一緒に優良企業を見つけましょうね。それでは行きましょう。ランキングを紹介する前に、そもそも離職率の平均ってどれくらいなのって疑問な方のために、まずは最近の離職状況をざっくり説明しますね。国が調査したデータによると、パートタイムを除いた一般社員の離職率はこちらの通りです。ここ5年間で離職率はほぼ横ばいか少し下降気味で、5年平均だと離職率 11.28% が平均でした。 11% という数字、皆さんは高いと思いましたか？それとも意外と低いと思いましたか？私は意外と低いなーって思いましたね。ちなみに離職率は業界によっても大きく差がついているのが現状です。令和2年のデータを見てみると、最も離職率の低い業界は工業、採石業、砂利採取業で 5.6% なのに対して、最も離職率の高い業界は宿泊業、飲食サービス業で離職率は 26.9% と、その差は 21% にまで及ぶんですよ。さて、一般的な離職率の平均が理解できたところで、本題の離職する人が少ない大企業ランキングを発表していきたいと思います。一般的な平均離職率が 11% 前後なのに対し、ランキング上位企業は一体何%なのでしょうか。まずはじめに30位から21位の企業を一気に見ていきましょう。ランキングを見てみると、2019年度の年間離職者数は21から23人で、その離職率は高くても 2% でした。一般的な平均離職率である 11% と比べると、ランキングに掲載されている企業がどれだけ離職者が少ないか分かりますね。業種に注目してみると、多いのは化学メーカーでしょうか。化学メーカーは大枠で言うと製造業の一種類として位置づけられており、製造業は業種別の離職率では平均 5.1% と、とても辞めにくい業界の一つです。製造業の中でも特に化学メーカーは離職率が低い業界で、基本的には離職率が 10% を超えることはありません。実際にランキングを見ても、信越化学工業に至っては離職率 0.8% と、本当に社員が辞めづらい環境が整っていることがわかりますね。ちなみに化学業界は離職率が低いだけでなく、高年収なのも魅力的なところで、例えば先ほど紹介した信越化学工業の年収は849万円と高水準です。平均的に離職率が低くて、かつ高年収な会社がいいって方は、ぜひ化学メーカーも選択肢に入れてみてくださいね。続いては20位から11位の企業を一気に見ていきましょう。20位から11位では2019年度の年間離職者数が20から16人で、離職率は 2% から 0.9% の企業がランクイン。先ほどは触れていませんでしたが、2019年度の平均勤続年数はどの企業も15年以上と非常に長く働いています。国の調査によると、令和元年の平均離職率が 12.4% なので、全ての企業が平均を上回っています。このことからも分かる通り、やはり離職率が低い企業ほど平均勤続年数も比例して伸びる傾向にあります。一方で、ただ平均勤続年数が長ければいいわけでもないことにも注意することが必要です。平均勤続年数が長いイコール高給で高齢な社員を現在多く抱えていることの裏返しでもあるため、会社が将来的に成長できる環境にあるのかは、説明会や座談会などで確認する必要がありますよ。続いては10位から4位の企業を発表していきます。10位から4位では2019年度の年間離職者数が15人から11人、離職率 1.2% から 0.4% の企業がランクインしました。業種としては機械、化学、電気機器、輸送用機器、鉄鋼と製造業が多くランクインしていますね。合わせて電気、ガス業、いわゆるインフラ業もランクインしています。インフラ業は離職する人が少なそうだなぁと想像している方も多いのではないでしょうか。事実、水道、ガス、電気などのインフラ業は離職者が少なく、業界平均でも 7.9% と平均の 11% を下回っています。もちろん 7.9% は平均であり、関西電力、中部電力をはじめとする電力会社や東京ガス、大阪ガスなどの大手になると 5% から 1% まで離職率が低下します。ランキングで7位にいる西部ガスホールディングスも離職率は低く、年間離職率は 1.1% となっています。
続いて第3位を発表します。第3位は2019年の年間離職者数10人、離職率 1% の商船三井でした。意外に思う方もいるかもしれませんが、実は海運業界も離職率が低い業界の一つです。例えば最大手の日本郵船の2017年度離職率は 3.1%、 商船三井は先ほどお伝えした通り 1% です。海運業界は比較的採用人数が少なく、かつ大手の場合かなりの高給が期待できる職場だからこそ、少々しんどい思いをしても辞めずに頑張れるのかもしれませんね。ちなみに商船三井の令和1年度平均年収は1003万円です。皆さんの中にも平均1000万円ももらえるなら長く頑張れそうって思う方もいるかもしれませんね。社員の口コミが見れるサイト、オープンワークの口コミを見てみると、営業職の方は30代で900万円もらえると言っていたり、新卒後から10年目の機関士の方は955万円と答えています。さて、ついに栄えある第1位を発表します。第1位は2019年度の年間離職者数が9人で、信越ポリマーと三井不動産が同率1位でした。化学業の離職率が低いことは冒頭でもお伝えした通りですが、不動産業の企業が1位なのは少し意外だなって思う方も多いかもしれません。不動産業と一口に言っても種類は様々で、皆さんがイメージする家の賃貸や売買だけでなく、不動産の管理や開発のお仕事がメインの企業も多数あります。不動産の賃貸や売買は B2C のサービス業なので、比較的ブラックだと言われることも多いですが、不動産の管理や開発に関しては B2B がメインなので、実はホワイト企業もたくさんあるんですよ。中でも不動産開発のトップ企業である三井不動産は、ランキングの通りほとんどの社員が辞めずに働き続けたいと思えるような職場環境が整っている企業なんですね。はい、ここまで離職する人が少ない大企業ランキングをご紹介してきましたが、いかがでしたか？ランキングを見ていると、やっぱりこの業界企業はホワイトなんだって思った方もいれば、この業界企業もホワイトなの？といった新たな発見があった方もいるかもしれませんね。もし気になる業界企業が見つかった方は、さらに個別の企業を詳しく調べたり、インターンに参加してみたりして、より深く企業研究をしてみてくださいね。もしこの動画がためになったという方は、動画投稿の励みになりますので、いいね、コメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。就活の教科書公式 LINE では、今取り組むべき就活対策がわかる就活力診断と、後悔しない就活方法の配信を用意しています。何をすればいいかわからない、就活や将来が不安と悩んでいている方、就活で取り組むべきことを明確にして他の就活生と差をつけたい方、自分の就職したい企業を見つけて就職したい方、そんな就活生はぜひこの動画の概要欄から登録してください。さらに今なら就活がゼロからわかる就活完全マニュアルを無料で配布しています。他にも合計9つの無料特典や4つのオリジナル診断を用意しているので、ぜひ今のうちに下の概要欄から登録しておいてくださいね。